皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、10月の、2日、14時36分です。石破さんに関して、まあ、未来の時間軸からテレビのニュースの時に、まあ、お伝えしましたけども、安倍政権の頃に、その、地方行脚っていうものを、お願いしていたことを、思い出しました。まあ、地方からの票がたくさん入ってきたっていうのは、よくわかります。で、まあ、日米地位協定のこととか、こう、ニュースで聞かれたりしていましたけども、その、まあ、総理に就任してから、昨日、10月1日の、その記者会見でも、まあ、日米地位協定のことをおっしゃってましたけども、まあ、これ、もともと、多分そこまで行って委員会とかで、新聞の記事とかでもそうですけども、その、集団的自衛権の話でしたっけ。まあ、それで、まあ、アメリカが攻撃された場合に守りに行くだとか、あの、訓練がどうこうだとか、まあ、そういうふうな話に広がっていってしまっていたっていう内容のもので、これもアメリカの方の新聞記事でそう書かれてるっていうことは、まあ日本のその報道関係の内容とかを見て、まあ向こうの方でも、記事を書いてると。だからその、まあもうエネルギーの残存量問題とか、多くの国が、多くの国というかもうほとんどの国が国連加盟国ですから、もうみんな本当は国連人じゃないですか。加盟してるわけですから、国に。で、あとは各、現在の国境線を引いているところで、まあ、統治を行っていくと。まあ、そういうふうな、形ですから、まあ、本当は、あんまり、その日米地位協定とかの話に関して、その、戦争を想定するような話っていうことには、もう今の時代は、まずそぐわない。まあ、テレビの、その、報道番組を見ていて思うんですけども、すごく年配の方が、テレビに出てこられたときに、その、まあ、すごくそういう昔風の考え方で、喋っていて、で、まあ、こういうふうな、ことに、まあ、なってしまってるんだろうな、ということです。で、まあ、今回はマスコミの方たちとか、まあ、各報道番組、テレビ局や新聞社も通してですね、まあ、その辺のところに関して、そのエネルギーの残存量問題っていうことを全員各自がしっかりと軸にして持ってるかどうか、で、それによって、国連が動いているのかどうかとか、それが頭の中に入っているのかどうかっていうところを、皆さん、強く、意識していただいたら、この記者会見での質問で、日米地位協定の話なんか別に、もう別に質問しないと思うんですよ。本当に。する意味ないですから。戦争なんかまずないですから。そんなこと考えている人なんかどこの国の政府上層部の人にもいないですよ。それはもうこのエネルギーの残存問題で、安倍政権の時に、まあ、どうにかこうにか、まあ、ちょっと、想定よりもずれ込んでしまいましたけども、ガス日射の生産停止っていうところまでは、世界中でこぎつけていますと。まあ、アメリカの方とかも同調してくれましたと。だから、その当時、高島彩ルート宛てに送ってた SD カードで、まあ、アメリカの方にも頼んでいたりだとか、他国の方にも頼んでいたりだとか、まあ、そういったことを覚えてるんですよ。ただし、後から、エネルギーの毎年の消費量とかは、その後の世界国勢税とかを購入して、これ年々上がってきてると。人口はどこの国も縮小してるはずなんですけども、その世界国勢税のデータは一部間違いで、アフリカの方とかは出生率がなんかもう 3% 超えどころか 4% とか 5% とか、とんでもない国はなんか出生率 6% 超えになってしまったんですよ。ありえないんですよ。絶対それは。だからそれは何が起きてるかって言ったら、多分昔日本のニュースでもあったと思うんですけども、もう他国の国でも後から、そういった内容が事件として摘発されたりしてるんでしょうけども、その死亡届とかを出してなかったケースの、その年金
がその銀行の口座にずっと残っていたりだとか、そのまあ親族のものを云々だとか、まあ、その辺のところとかで、そのどういったんですかね、ちゃんとこう死んだことになってな、ない人たちがいるから、その架空の人口増加みたいな話になってるはずだと思うんですよ。どう考えてもそのパーセンテージはありえないです、出生率等に関してですよ。で、だから世界国税税のデータですら一部間違えてるっていうところを加味して、まあただしその菅さんとかがこう一人でこう座っていて、こう優しい子はねなんですけども、こういろいろ、質疑応答されて、記者の方にじゃないですよ、電波で聞こえてくる方だと思うんですけども、そのエネルギーの残存問題で、一日でも早くそのガソリン車生産停止だとか、まあ、河川水門開始式玉発電のことは述べてはいらっしゃらなかったとは思うんですけども、質問されてなかったとは思うんですけども、まあ、その辺の内容も絶対、重要です。で、仮に、消費量がガクッと減ったとして、世界中2035年にガソリン車の生産が停止されて、まあ、最初の10年間は、まだ消費は拡大傾向にあると思います。で、その後、その中古車になって、やっと、売り払ったりだとか、乗らなくなってだとか、それによってやっと、エネルギーの消費量が、下がっていくのであって、これはかなり時間がかかりますと。ということは、技術的採掘可能埋蔵量のその石油の残存量とかを考えたら、これは全く間に合っていないっていうことになってくるんですよ。で、まあ、そういうことでも、河川水門開始式玉発電とかを早く進めなければならないっていう部分があるんですが、まあ、今回は、相談込みとかで、まあ、菅さんが、安倍政権の頃の官房長官をされてた時だと思うんですけども、高島彩ルート宛てに送ってた SD カードも、その政府の方でも僕からもこれも言ったんですよ。回収して、情報お互いデータを共有しておいて、持っておいてほしいっていうことを言っていまして、でそれは一部テレビ局にとって都合の悪いような内容とかが、政府の方に行っていないかだとか、政府の方に都合の悪い話がマスコミの方に行ってないかだとか、その辺のところ、どこは誰がどういうふうな判断で動くかっていう、その都合の良い悪いのところが、テレビのニュースの放送の仕方がこれだったら判断みんな聞かないと思うんですよ。特に僕の話になってくると、そのメインの部分でいうと、まあ防災関係だったりエネルギーの残存の問題だったりするわけじゃないですか。で、ちょっと一旦動画の撮影を変えて、ちょっとターンして撮影する形に変えます。文字がしっかりと撮影できてるかどうか確認するために一旦動画、中断します。これも完全に政府対応になってくるかと思うんですけども、まあ、国連という位置づけなのか、日本政府という位置づけなのか、僕もちょっとわからないんですけども、まあ、こちらホームページ、淡井圭介の履歴の一番のところです。で、まあ、台風のところの欄のところも、いろんなニュースを見ていて、こんがらがってきて、まあ、だいぶ嘘が表記されてるなっていうことが分かりました。これ、台風この間の、17号なんですけども、これまあ、2024年10月2日、午前9時の実況っていう形で、まあ、台風の位置がこの辺りにあると。で、昨日の晩、報道ステーションとかニュースウォッチ内容を見たときに、まあ、この辺りだったと思うんですね。だけども、風も吹いてなければ雨も降ってないんですよ。これ多分この台風、アメリカの方でしょう。で、ちょっと待ってください。今、画面戻してますんで。で、こちらのね、ハリケーンで100人超え死亡、600人行方不明が、米国で広がるっていう内容のものがあるんですけども、で、ちゃんと日付2024年9月29日、大型ハリケーンヘリーにより壊滅的な洪水被害が出た米ノースカロライナ州西部を歩く人たち。これ、
テレビのニュースとかでも放送されてたと思うんですけども、これ台風17号ってこっちの方なんじゃないですか。多分これそうでしょう。で、その台風消滅に関して、基本的に、まあ、こういうふうな形で、一部法律名とかを記載することによって、まあ、こちらホームページ、淡井圭介の履歴の一番なんですけども、まあ、ホームページ、淡井圭介の、履歴というものがありまして、ちょっと待ってください。画面戻ります。まあ、こういうふうなところに出てきます。で、この淡井圭介の履歴、ここを、タッチ、もしくはクリックしていただいて、まあ、ホーム画面が出てきた後、まあ、こういうふうなところ、上の方に、一番最初の方に、一番持ってきてますんで、ここをタッチもしくはクリックしていただいて、まあ、こういうふうな欄がありまして、日付書いてます。で、まあ、毎日0時00、日本時間でのその日付が変わった時に、天の神、太陽神に世界中の人の安全のお祈りとかをしていて、まあ、法律名とかも出して、雨、風、雲を取ると、まあ、そういうような内容のものを記載しています。で、これが、情報とか場所とかがめちゃくちゃだったら、これ対応がかなり難しいんですよ。で、あとは、その台風のその消滅に関しては難しさなんですけども、夜に関しては、風取れてないんですよ。ある一定の時間から。夜といっても結構早い時間帯から風が吹いてることってまずないんですよ。風が取れていない。で、今ちょっと窓閉めてますけども、窓開けますね。カーテンすぐ動いたと思うんですけども、風だいぶ取れています。で、他の動画を見ていても、河川の撮影とか行っていても、周り、木々の揺れ方とかで、風が取れてるなっていうのはわかるかと思うんですけども、そのあたりで、台風の威力を、低下させています。風を取ることによって。で、その辺のところで、これ、情報が狂ってしまうとね、対応の仕方めちゃくちゃになってくるんですよ。台風の勢力と、どの地点で発生しているかっていうところ、アメリカと日本じゃ話全然変わってきますから、で、あと威力の部分ですね、こちら台風18号の方なんですけども、どのあたりがいいかな、このか、これかな。まあ、これ見ていただいたらわかる通り、これね、表記されてる最大瞬間風速70メートル。これ多分嘘です。最大風速50メートルっていうのも、これもかなり怪しいです。この風速ってもうものすごい風速なんですよ。これはまずありえない。いくら雨風取ってるとしても、これ5日の土曜日、今日2日なんですけども、5日の土曜日にはもう熱帯低気圧に変わる予定になってるんですよ。っていうことは、この辺の数字、今までの台風もそうなんですけども、この辺の数字がかける倍ぐらいになってるような気がするんです。まあ、かける場合近くに。で、まあ、この辺のところ、情報を精査していただかなかったら、例えば僕も、ホームページでのその書き方とかもそうなんですけども、17号の方の台風をお先に消滅させようとするのか、18号の方をお先に消滅させようとするのか、この辺の判断とかも狂ってくるんですよ。文章の書き方読んでもらったらわかる通り。で、ですのでね、どこの場所で台風が発生してるかとかも、これも本当のこと、テレビの情報で、特に台風の件に関して、早め早めに、情報を上げてもらって、で、まあ、対応をしなければならないと。まあ、こういうふうな、形になります。まあ、まあ、人命的にもそうですし、生活、まあ、経済云々とかも、まあ、この間の、昨日の石破さんの会見では、農林水産関係のところを、しっかりしなきゃならないっていうことをおっしゃってましたので、
その部分での、経済っていうことなら、エネルギーの残存問題にもつながってきますし、それはすごく重要なことですから、その辺のところは、安心だなというふうな形で、物事を、見させていただいています。あとはこの台風の対応の仕方ですね。ちょっと待たせます。電車が来ましたので。この辺のところの情報の整理整頓ということをまずしっかりとしなかったら、せっかく身につけた神がかり的な力だとか、これ、もうこの僕の経験から言わせてもらいますと、夜になったらそういうふうな現象が発生している以上、夜は、みんな寝なきゃならないじゃないですか。で、その時に、神がかり的な力の効力はあるのかないのかっていうところで見ると、今までの現象を見る限り、ないとしか言えないんですよ。低下する。で、この辺のところを国連という単位でどういうふうに防御していくかって言いますと、どこの国で台風が発生している、自分たちは地球の真裏の国だから、そこの人たちであの国の近くにある台風の雨風、雲を取ってあげようっていうような形で、僕のような人間を増やさなければならないという形になります。そうすることによって台風の威力を、低下させたりすることができますんで、大雨関係とかもそうですね。だから世界的に防災に関してしっかりと力を入れていくと。そうすることによって、そっちの方が、本当の経済に関して、そちらの方が効果が大きいんですよ。っていうのは、最近、能登半島の土砂災害、大雨による土砂災害のニュースとかが放送されてますけども、だいぶ前から土砂災害っていうものはあります。こう近年で言うと10年ぐらい前、広島県でも大きな、土砂災害が、多々発生して、とんでもないことになっていました。各都道府県でも、規模の大小の差はあれ、土砂崩れっていうのはあります。で、これに関して、雨を大量に降らさないことによって、そういうふうな土砂災害に、つながらないんだとか、そういうふうな形の対応もできます。場所によっては新しくここにも河川作っておいた方がいいでしょっていうようなところもありますし、広島の場合は新しく河川作ったりしています。で、家を皆さん、ローンを組んで、基本的に所得税の控除で家を建てるわけじゃないですか。で、家に2軒買える人って世の中まずいないんですよ、一般人の人で。で、一回大きな災害を経験してしまうと、自分の人生が、今まで積み上げてきたものが、なくなってしまうと。こういうふうな形になってしまいますので、力入れなきゃならないのは、その投資だの何だのとか、一部によってはその投資とかは必要にはなってくるんですけども、防災なんですよ。で、建築業界の人たちが作りすぎた、ビル、人口片や49年前から少子化が始まっている。買い手がいないのにビルを作りすぎた。で、今更建物なんか作る必要はない。遊園地等に関してもそうです。エネルギーの残存量問題の方が上なので、何をしなきゃならないかって言ったら、地震の発生のもとになっている可能性が非常に高い河川の底の整備です。で、それに関しては、この間動画を公開してますので、そちらの方の、動画を見ていただいたら、その話は伝わってるとは思います。で、ここから先なんですけど、次、河川水門外式ダム発電の件なんですけども、今、テレビ局の番組の件の訴訟からまず始めて、簡易裁判所程度で、そこで証言者として高島彩アナウンサーに出てもらって、今まで SD カードを送っていた相手が高島彩アナウンサーじゃないですか。で、途中から回収して、その内容とかを精査し始めたのが、菅官房長官だとは思うんですけど、菅官房長官の指令でそういっただけで、別の人が見ていたりとかするかもしれませんけども、この辺のところでちょっと皆さん力貸していただいて、スポーツの勝ち負けとかも事実、私が頭の中とか渡したりとかして買ってきたりしていました。その辺のところに関しては、いや、それは、
国会議員の人たちが悪いとかじゃなくて、そこは例えばプロ野球界でいうと NPB とかがある程度のお金を、支払ってあげなきゃならない、サッカー界とかもそうですし、オリンピック関係とかもそうですし、だからその辺のところの資金を元手に、その特許の申請だとか、河川水門開式玉発電の、だからまあ、100万ぐらいはやっぱりいりそうですから、普通の特許の10年間の申請で大体今、17万円ぐらいでしたっけ、また結構あの金額って動くんで、昔、数年前は、10年ぐらい前は13万ぐらいだったんです。10年間のその特許の申請料は。だけども、今、17万円か、もしかしたらもう少し値段上がってるのか下がってるのかちょっとわからないんですけども、為替相場の変動とかで。で、まあ、他の方たちを見てみると、まあ、弁理士さんを、特許専用の方ですけども、3人ぐらい雇って、あと弁護士さんを1人つけて、まあ、石破さんの声で、まあ、電波でその分かってるっていう声が聞こえてきてるんですけども、まあ、その辺のところをちょっと裁判で進めて、まあ、資金とかが入るような形にして、で、まあ、あとは、投資のご協力とかですね、その河川水門開式玉発電とかの、まあ、それによって、世界中への普及とかも、やっぱり経団連の人たちとかも関わってもらわなかったら、まあ、あとは役割分担的なところで言うと、政治家の人たちは、まあ、河川のその設置に関して、まあ、これは各、基本的には河川に関しては各都道府県の知事だったり、小さな河川だったら市長だったりだとか、まあ、そういうふうな形になってくるかと思うんですけども、まあ、その辺のところ許可いただいてだとか、で、まあ、その、証言者として、その、菅さん出ていただけないかなとか、その、麻生太郎さん出ていただけないかなとか、あと、小泉進次郎さん出ていただけないかなと、そこで、まあ、スポーツの勝ち負けの件だとか、あと、まあ、我が天下戦国武武っていうゲームの、その、僕からの提案で出来上がった、ほとんど僕のアイディア 100% で、作られたゲーム。まあ、これに関しては、まあ、個人の権利者の 2.5% の話の方で進めて、その内容がもし裁判で勝てることがあったら、そのお金を資金にして、で、これは制作していただいた会社の現在名称、べっこうさんの方も、そのエネルギーの残存量問題とか、そのお金の使い道のところで、その、河川水門開式玉発電をこれ設置して、ちゃんと純利益が出るところまで証明しなかった、利益が出るところまで証明しなかったら、誰も投資なんかしてくれないわけじゃないですか、現実的に。だからまあ、そういうことで使うのであって、その件も社会にオープンすれば、それは、べっこうさんという会社も、まあ、株が上がる、その株価のことじゃなくて、その会社の評価が上がるっていう意味で、まあ、株が上がるっていうことを今言ってるんですけども、まあ、そういうふうな形で、まあ、物事を進めれば、一応まあ、今のところ聞いてる限りでは、べっこうさんという会社は中国のメーカーということになってるんですけども、もともと日本のゲームメーカーが世界に先駆けて、任天堂さんとかが、大きく世界にゲームというものを広めて、ソニーさんのプレイステーションだとか、あとはまあ、マイクロソフトさんの、Xbox だとか、まあそういったところが、主に、ゲームメーカーの元でありまして、で、だから、もしかしたら日本のゲーム業界とか、まあ、中国のそのテンセントっていう、まあ、ゲーム関係だとか、その他通信関係って言ったらいいんですかね。まあ、動画関係だとか、いろんなものを扱ってる、まあ、かなり大きな、企業があるんですけども、まあ、そこの株も日本のゲームメーカーとかがある程度持ってたりとかもするんですよ。そんなに大きなパーセンテージじゃないんですけども。だからまあその辺のところはまあお互い喧嘩にならないように、お互いの株を持ってたりすることによって円滑に物事を進めていくっていう部分でそうしてるんだとは思うんですけど、まあそれが最初の方に日本のゲームメーカーは世界中に、だいぶ、その、販売も広げてきましたので、まあまあそれで自然とそういうふうな形になったのかもしれませんし、まあ麻
麻生太郎さんに関しては、その港川の河川の底の整備と石井ダムを作ったっていう話で、石井ダムに関しては、麻生太郎さん現場見に行かれてたじゃないですか。その辺の話のところ、その河川の底を整備してから神戸市内が震源地で、地震ってまず発生しないんですよ。あったとしても震度1とか2なんですよ。で、まあ、菅さんの件に関しては、その僕経由からの提案で出来上がったところとかの、まあ、ゲームのこともそうですし、スポーツの勝ち負けもそうですし、あと映画関係、その新海誠監督の件に関しても、その天気の子に関しても、これ NE の残存量問題から考えたら、隕石に関して、ミサイルを撃って迎撃するんじゃなくて、緊急避難の呼びかけで、逃げてもらうと。まあそういうような形で、まあまず隕石なんか落ちてくることないんですけども、だからまあまずミサイルを作る必要がないっていう形で、エネルギーの、損耗を、防ぎたいと。まあそういう部分もあって、最終的なその隕石への対処方法っていうものは、君の名はという映画で表現してもらいましたけども、緊急避難の呼びかけなんですよ。で、その次、天気の子に関しては、台風の消滅だとか、天気をある程度人間プラスコンピューターで、差配することができますと。で、それによって、防災能力を上げていく、まあ、損失を、少なくしていく、まあ、経済面でいうと損失っていう言い方になるんですけども、人命に関しては人の命を守ると、まあ、まあ、怪我とかも含めてですよ。もう痛い思いなんか誰もしたくないですし、仮に怪我もしなくて命も損なわれてなかったとしても、やっぱり家の中20センチも30センチも水入ってこられたら、もう家の中めちゃくちゃなのじゃないですか。だから、そういうようなものすごい被害っていうものを、なくしていってあげなかったら、せっかく建てた家とかも、それで台無しになってしまったら、やっぱり精神的にもきついですし、まあ、能登半島の方たちに関しては地震があって、で被災して、で仮設住宅暮らしになって、その仮設住宅が土砂崩れとか河川の氾濫とかで水がここまで来てたとか、家の中めちゃくちゃになってしまってたとかで、まあもうご老人の男性の方が掃除しながら少しでも前に進まなきゃならないっていうことを言いながら頑張ってる姿を見ると、本当にまあかわいそうだなと。まあ、この辺のことに関しては、その工事をする内容っていうのをチェンジするだけでいいだけですから、まあ、実質的に建設業界の人とか国会議員になられたりとかして、まあ、IR 関係とかで、新しくスタジアムを作ってしまったりだとか、まあ、あの辺のところは完全にやめてもらわなきゃならないんですけども、まあ、その辺のところに関しては、まあ、ガソリン車の生産停止っていうことは安倍政権、自民党政権でものすごいことをしましたと。世界中に話をつけてと。これは大きく誇れることだと思います。だけども、プラスマイナスでいくと、その、高速道路を作りっぱなしだったりしたことが、これが話の整合性が合わなくなってしまって、これプラスマイナスゼロになっちゃうんですよね。だから、ある程度、厳しい言い方、その、本音の部分とかを、いろいろ言わせていただいたりしていました。で、あとは、その、各党の皆さんに、まあ、再三今まで申し上げてきましたけども、私はどこかの党とかじゃなくて、中立のものなんですよ。で、中立の民間人の人間で、まあ、国会議員の方たちも含めて、まあ、テレビ局の人間も含めて、淡井圭介っていう、いうふうな存在ってなかなかいないと思うんですよ。で、会社に所属してしまうと、会社のことがあって、こう国会議員の人たちとかに、もう絶対こうしなきゃならないとか、これは間違えてますよっていうようなことを言える人じゃなくなってしまうわけじゃないですか。この世の中のその仕組み自体を考えると。で、だから僕は、まあこの間、その石破さんが、僕はテレビに向かって言った時か、心の声の時に、早々にいなくなってしまった人だからって、まあおっしゃってたんですけど、あの当時本当のことを言いますと、またその後記憶戻ってきたんですけども、その20歳くらいで、その、まあ確かにあの頃も六法全書一回広げてるんですよ。で、これは無理だと。あんまりにも自分に実力がなさすぎて、議員さんの世界なんか自分には無理だっていうことを言っていて、他の議員さんたちがフォローしてくれて、まあ、
20歳そこそこだったらその感想の方が正しいって、自分が議員になりたい時に議員になってくれたらいいっていうことを多くの方が言ってくれてたんですよ。で、今僕はもう自分の生き方として議員になるんじゃなくて河川水門開始ダム発電、これを進めなきゃならないと。エネルギーを作り出す。で、まあ、石岡さんが力強い声で、分かってるっていう、その心の声、伝えてくれてるんですけども、それプラス、その、中立的な立場で、物事を見ていて、ああした方がいい、こうした方がいいだとか、まあ、もう皆さんちょっと忘れてしまってるかもしれませんけども、その、まあ、民主党の人たち、まだ立憲民主党に名前変える前だったと思うんですけども、その、自民党の人たちと、国会ですごく、もうバトルになってしまってる状態の時で、こう、客観的に物事を見た時に、いや、そんなに細かいような話、国会でするほどの話ですかっていうことに、なってくるんですよ。いや、それよりも20億人の命がかかっているエネルギーの残存問題とか、そういうところを早く改革しなきゃならないのであってっていう、そういうふうなところで、何回か、ちょっと待ってくださいと、もうそれよりやめましょうと、で、これ以上そういうことに時間かけていても、ただ時間の無駄になりますからと、もっと対極的なところで動いてもらわなかったら、これは国会としての性質としては合わないっていうことを、言ったりだとかで、ちょっと矛を収めていただいたりだとか、あんまりその日本国内でそのバトル形式みたいな形になって、あんまり細かいことまでお互い言い始めても、それ人間として無理あるわけじゃないですか。その何年前にどこの誰と会っていて、どういうふうなことを話したかっていうところに関して、そのあんまりにも厳しく追及するっていうのも、それはそれで無理があるっていうところがありますので、その辺のところ込みで、今始めてる簡易裁判の訴訟とかに関しても、その菅さんとか麻生太郎さんとか、あと小泉進次郎さんに関しては、どれぐらい継承してるのかっていうところで、その辺のところも聞いてみたいなと。で、その岸田さんの、岸田さんもその証言者としてもし出ていただけたら出ていただきたいなと。あとはその証言していただいたら、その記録をもとに、請求とかを、撮影の容量が、動画の容量が足らなくなったので再撮影しています。そういうふうな形で、河川水門開始木玉発電の件に関しては、その、資金の当てっていうところが、我が天下戦国風。で、スポーツの勝ち負けに関しては、後の担い手の人たちとかも、誰か、新しく選任するような形で、それを、裁判所とかを通して固定する。それをしなかったらコンピューターの稼働の仕方とかがどうなるかわからないっていうところがありますんで、テレビのニュースを見ていった時に、その未来の時間軸から、頭の中が自動で取られていたりだとか、そういうふうなことがありますので、そういうふうなところから、誰か購入者の方を見つけなかったら、この状態がずっと続くと、これは都市って方は大変なことになるなと。パリオリンピックの時もそうでしたけども、なかなか夜寝れなくなったりだとか、そういうことがありますので、そういうふうなところとかでも、証言いただけたらなと思います。それともう一つ、昨日の報道ステーションを見ていて思い出したんですけども、以前のそのニュースかもしれませんが、強盗事件がありましたと。で、その始まりは、パーキングエリアだとか、民家だとか、そういうふうなところに入り込んでと。で、それが東京都であって、その翌日、埼玉県所沢市で、発生してるんですけども、その東京都の映像の時に、翌日、埼玉県で同じような事件が発生していますっていうようなことを、心の声で伝えていたりだとか、鑑識の人が、聞こえてるとか、こういうふうに返事してくれたりとか、あって、それを声に出して、昨日はそれで報道ステーションを
iPad とかでこう撮影してなかったので、まあ、証拠作りができなかったんですけども、その、下村記者って言った方がいいですかね、アナウンサーって言った方がいいでしょうか、女性の方なんですけども、今言ってることは本当のことですっていうこと、あの未来の時間軸からその情報を警察の方に伝えていると。まあ、あのそういうようなことを昔、20歳ぐらいの頃もそういうことを多々していました。で、2011年以降とかも、同じようなことをいっぱいしていました。だからまあ、まあ、通算で言うと もしかしたら100件超えぐらいで、そういうふうなことをしてましたので、まあ、警察の方も昨日に関しては、まあ、家2回ほど出て、まあ、1つは買い物で、まあ、もう1つはまあ別件なんですけども2回とも、パトカー出してくれていて、周りに、喧嘩を打ってくる人間がいないかどうかだとか、だからその辺のところはそういうふうな強盗関係とかをしている連中とかが LINE とかでつながったりとか、だからまあどこでどういうふうな人間がどういうふうな形で例えば人材派遣会社とかに所属して働いているかどうかわからないですし、まあ、何かそういうふうな人間たちがグループ化してあいつがどうやら、伝えてたらしいとか、まあ、そういうふうな形で、僕は狙われたり絡まれていたっていうことは、これは十二分に今までのその十何年間を考えると、もしかしたら春山整骨院だけが、要素では、ないと。まあ、こういうふうなことにもなってくるかと思います。まあ、その辺のところでも、まあ、その件に関しては、まあ、報道ステーションの、下村記者、もしくはアナウンサー、いや大越さんだとか小井さんだとか、そういった方たち、いやあとは政府の方から、各警察署の方とかにこう淡井圭介のことで、そういうふうな心の声とかで、聞こえてきた内容とかで、対応、未来の時間軸から、それで、うまくいったケースとか、まあ、これ情報的にもそうなんですけども、うまく探せていただとか、行方不明者の事件とかもそうなんですよ。何日後にどこそこの地点で、衣服が見つかっていますだとか。だからそれが、まあ、一時期僕はこういうふうな現象のことをクロスオーバーって呼んでたんですけど、まあ、時間軸は完全にこう、クロスしてるというか、こう、まあまあま、交わってるというか、こう未来の時間軸、だからどちら、未来から見てみたら、もうそれは、発見していたことでしょっていうことになるんですけども、まあ未来の時間軸から聞こえてきた声を当てにして、そういう風になってるっていうケースとかも、これ結構あると思うんですよ。だから、まあそういう風なところでも、本当の話として、ある程度は世に伝えるべきだと思うんです。で、まあ、随分長い間、結婚希望相手を佳子さまにしてますけども、秋篠宮家の佳子さまと、まあ、今まで心の声とかの受け答えで、まあ、まんざらでもないっていう、まあ、わかりやすく言うと、まあ、そういうことになるんですけども、まあ、詳しい詳細は僕のホームページを見ていただいたらわかるかと思うんですが、まあ、天皇家の人たちで、議員の人と結婚した例ってないわけじゃないですか。だからその辺ちょっと線引きがされていて、まあそういうような部分でも、僕は議員になるつもりはないっていう形になるんですよ。まずそこで、佳子様が僕と結婚する気があるのかどうかっていうことをしっかりと、聞いてみて、で、どうされるのか、心の声の受け答えとかでも、まあ、僕っていう人間性の部分だとか、あと世の中でたくさんエロ業界っていうものが広がってしまってるわけじゃないですか。で、まあ、これ言うと、東京都出身の方は気を悪くされるかもしれませんけども、東京都がエロ業界の総本山であって、そういうような人間が多数社会に、進出したまま、ずっと物事が動いていると。だからそこから生まれてきていた人たちの子供とかは、そういうふうな業界のことをある程度肯定するような発言を家の中で言ってしまってるから、だからその娘息子とかもそういうふうな性質の人間に変わってしまう。で、だからそういうふうな人間がたくさん
周りにいるから誰がどういうふうな人間かわからないっていうところとかも、まあ、以前僕の方からも説明したこともありますし、だそういった部分も含めて年齢差はあれど、その結婚相手としての対象として、見てる可能性非常に十分にあると。今までの経緯とかあのテレビに出ていた者たちとの、 あの結婚話を飲んだとか、結婚できてない人間だとか、そういったことを総合的に引っ込めると、まあ僕のことを、好きですだとか、そういうふうなことをそのタイミングで、言うか言わないかで言うと、それ結婚のことも意識して言ってると思うんですね。まあその辺のところも全て込みで、それで議員の方向には僕は今のところも全然進む気はないと。まあこういうような形になってくると、あともう多分河川水門開始弾発でどうぞ自分で特許を出願して、でそれを管理して、どこに敷設してたとか、自分でも現地見に行ってどうすれば一番効率がいいかだとか、どうすれば災害につながらないかとか、もうこれもう自分で見に行かなかったらもうちょっと気が済まないような部分とかもあって、実際自分の目で見てみなかったらどれぐらいのその貯水量とかが実現できて、どれぐらい継続して、どれぐらいの時間、どれぐらいの大きさの、まあ、水路で、タービンコイルを、タービンを回せることができるのか、こういったところまで、まあ、メンテナンスも含めてもう現場入りながら、もう岸田さんの時はそうだったんですよ。その河川水門開始式玉発電のその現場でその作っていく作業に関して僕も現場に入れてほしいと、分かったっていうことで、心の声での受け答えに関しては岸田さんはおっしゃってくれてましたんで、まあ、そういった意味でもその岸田さんと会いたいんですけども、だからこれ案外無難に会う方法っていうと、その裁判所とかで、証言者として現れていただくと、でまあそういうふうな形で、物事を進めると、事態丸く収まるんじゃないですか。まだ一番最悪なのはこのまま、ほったらかしになってる状況っていうのが一番最悪な状況であって、まあ、いろんな話がありますから、まあ紀子さんも家族になるんだったら助けますとか、いろんなことを、皆さんも聞いてるから、お互い誰かにこうじゃあ向こうに任せておけばだとか、まあそういうふうな考え方になってしまうかもしれませんけども、その最終的に僕としても良い話で、まあ、丸く収めたい部分もありますし、あとは後世の人たちに、同じような失敗例にならないように、伝えていかなければならないなっていうところがあるんですね。で、まあその辺に関しては佳子様に関しては私の方はそれでいいですっていうことを笑顔で、言ってくれています。で、まあスポーツの勝ち負けとかも全部ひっくるめてですよ。だからその辺のところで、まあ、日米友好関係とか、他の部分の話にも入っていけますし、まあ、最終的にそんなに君有名になって一体何がしたいのっていうところになってくると思うんですけど、何がしたいかって言ったら呼びかけなんですよ。だからこれ気に なって言ってしまうと、議員になって言うのと一民間人が言うのとじゃあまだ効果が違ってくるし、両方で言うような形とかももしかしたら作れるわけじゃないですか。これ何を言うかって言ったら、一般人の人たちにみんな電車バスとこでほとんどのところ行けます、エネルギーの残存量問題があります、まあ家のローンの返済とかでもそうですけども、もともとみんな子供の頃から家か車かどちらかだって教わってきたはずですって、もう僕は学校の先生とか自分の親とかとか身の回りの人たちとか、最終的にある程度の年齢まで行くと、もうみんなそういう結論にみんななります。まあ一部のその高額所得者とかずっと大企業の子孫とかで生まれてきた人たちの場合は、その金銭感覚的に、これ別にこう、けなしてとか、こう、妬ましく思ってとか言うんじゃなくて、実際お金持ってますから、実際お金のない人の生活っていうものをしてみなかったら、
わからないと思うんですよ。人間自分が経験した仕事のことしか詳しくはわからないじゃないですか。だからそれと同じで、自分が経験していないことは、なかなか分かりづらい。だからまあ僕みたいにこう、その、中間所得層と言ったらいいのか、貧困層と言ったらいいのか、まあ、一時的にみんな中間層とかになってるだけで、で、貧困層に行ってる時期とかみんなあると思うんですよ、ほとんどの一般人の方は。で、まあそういうふうな人間からしたら、もう最終的な結論も絶対これだということで、もう、絶対そうなってくるんですよ。だからその辺のところも込みで、車なんか買うのやめようと、あとエネルギーの残存量問題がありますから、エネルギーの節約でもうみんな車、できるだけ皆さん車手放しましょうだとか、そういう呼びかけをできると。まあ、今までの、漫画アニメゲームとかスポーツの勝ち負けだとか、そういうようなところでのその話題性とか、まあ、政治関係とかでも黒人初の大統領オバマさんの話の時もそうですけども、キム・ジョンウンさんの件だとか、そういうふうなところでもこう、世界の平和に関して、まあこれは日本としても実は民間人の人間が言い始めて、そういうふうに世界平和の方向で日本政府も水面下で動いてきたっていうことであれば、それはまあ日本政府としての、評価っていうものも、その信頼関係とかで、やっぱり、物事随分変わってくるかと思いますので、外交関係もその辺のところで定分良い効果とか出てくるんじゃないかなと思います。まあまあ僕としてはそういうふうなことがしたいっていうことになってきます。まあもうあとはそのだから岸田さんとの受け答えでも、その河川水門開式だません現場に僕を投入してくださいのところで、分かったっていうことをしっかり言ってくれてるっていうことは、やっぱり岸田さんたちも河川水門開式だませいるっていう方向性だと思うんですね。まあその辺のところとかも証言していただけたら、全部自分で動くのって本当大変なんですよ。向こう側の河川の底の補修に関しても、県庁の方に自分で電話をかけて、昨年ぐらいに。それで、河川の工事とか始まってましたから、ただしこれも、そのチームの人たちに僕を加えてもらわなかったら、工事の実態として、その河川の底から水が抜けてるっていう状態が非常に危ないっていう状態であって、その地下は空洞化だったり、岩盤、まあ、上が土だとして、間に岩盤層があって、その下にもう一度土の層があるかもしれないわけじゃないですか。で、長年のその小さな地震が何回も発生して亀裂が入ったりしてますから、岩盤地域も。だからもう水が下の方に浸透していくと。で、まあ、液状化、実はそこの方でなっていたと。ある程度の揺れでも地上の方では結構揺れたりするとか、まあ、そういうふうなところとかも防げますので、そういうようなことを現場の工事してる人たちが理解してるかどうかだとか、行政の人たちが理解してるかどうかだとか、それはそのチームの中に僕を入れてもらわなかったらわからないことですので、まあそういったことを、しっかりとしていって、災害大国ではなく防災大国を日本に、したいと。で、それを世界にしっかりと広めると。これで世界中の損失が大きく、減らせますので、人命的にも、まあ、怪我だとか経済的にもそうなんですけども、まあ、あとはもう心の部分とかもそうですね。やっぱりこんなに災害ばっかりがたくさんあって、でそれもまだ石油とかガスに、頼りすぎる社会っていうものはやっぱり正しくないというところで、いろいろ変えていかなければならない。で、議員さんの立場を考えたときに、まあ、僕のホームページ、淡井圭介の日記の117番を見ていただいたら分かる通り、複数本拠地制度に変えてしまって、まあ、球場に関しては使用料を払うような形で、行ってもらって、シーズン始まった時、南から北に向かっての巡業、ずっと日本中を飛び回ってますから、移動距離が長すぎると、まあ、経済的にも支出は大きいのと、
あとはエネルギー効率に関してこれ非常に問題があると。であと、極端な例で言いますと、メジャー 今でしたらメジャーリーグですごく活躍する日本人選手とかたくさんいますから、そういった選手を見に行きましょうみたいな旅行関係の、ツアーとかあったりします。まあ、それぐらいも家で見ましょうと。そんなに大量のエネルギーを消費してまで、見に行かないで、ちゃんと家から、家でテレビで見て応援してあげたらいいとか、まあ、そういうような形の呼びかけだとか、あとは J リーグに関しても本当の人口のところから考えてもそうなんですけども、2リーグ12球団制、まあ、そのお客さんが入るのってその野球とかサッカーだけじゃなくて、まあ、他にも、まあ、バレーボールだとかバドミントンだとか、まあ、なかなかお客さんは入りませんけども、柔道だとか、まあ、いろんなものはあるわけであって、じゃあ全部が全部会場を埋めれるかって言ったら、それは最初から無理設定であって、本当の人口の考え方からいきます。あと、音楽業界。音楽業界も、その、軸となる部分の大きな収入源の柱が、コンサートとかライブとかであって、まあ、現在は非常に少子化で、かなり無理な部分もあると。だからまあ、日本の場合は、その辺のところ、音楽業界は、漫画、アニメ、ゲーム、このところに音楽業界がくっついていくことによって、まあ、だからまあ、アニメ、映画、ゲームみたいな形になってくると思うんですけど、海外の方に広まるには。まあ、それで、うまく海外への、販路を広げて、どうにかしてる方であって、まあ、その辺のところとかも、うまい工夫とかを用いることによって、エネルギーの消耗っていうものを、少なくしなければならないと。で、まあ、こういったアイデア等も多数あるんですけども、まあ、議員さんの方ではなかなか進めにくいと思うんですね。その時もし、知名度がこう大きくついた状態で、まあ、呼びかけだとか、まあ、そういうふうな形で自主的に、例えば J リーグの方とかでも、12球団に編成で、もしそれが、まあ、いろんな企業関係のスポンサーの話とかもありますし、もうそれ、J リーグ内の関係者で進めにくいんだったら、もう法廷でしてしまおうかなっていうのはもう僕の考えなんですよ。だけども、それしようと思ったら、やっぱり弁護士さんについてもらったりだとか、まあ、先に判例で言うと、20億人の命がかかってる方が優先順位上ですよっていうことで、僕からしたらもうそうなんですよ、結論は。いや、普通に考えたら分かるでしょって。そんなにガソリンとか消費してまでしていいことと悪いことぐらい判別つかなきゃ大人じゃないですよっていうことになってくるんですけども、だから議員さんの場合は票が取れるかによって、で、議席の数が決まってくるわけじゃないですか。だからその辺のところは、民主主義の一部限界点とかでもあって、そこをうまく変えていくしかない。じゃあそれができるのは案外もう法廷みたいな形になってくるかもしれないんですよ。だからまあ、それにはやっぱりお金がいるから、まずはまあスポーツの勝ち負けのところに関しては、まあプロ野球業界とか払ってくれると思います。まあ実際阪神タイガースの矢野監督とか、その前の、だいぶ前いらっしゃった吉田義雄さんっていう方も現在お亡くなりになってますけども、僕は二十歳ぐらいの頃、1985年の阪神タイガースの優勝の件のお金の支払いの件とかで来てくれたことあります。で、その後、まあ、ワールドベースボールクラシックとかでも、淡井圭介抜きだったら多分世界一になれたかどうかで言うと、それはかなり怪しいです。だからまあ、お金の支払いはある程度あるとして、まあ、年金の掛け金に関しても、その僕のホームページとかでも公開してるんですけども、厚生年金合計で20何万円しかないんですよ。全然足らないです。だから、それを国民年金基金とかに置き換えて、まあ、国民年金基金も書き方として、文章を読む限りでは、パンフレットを見る限りでは、どこかで働いてる人じゃなかったら、国民年金基金書けれないんですよ。で、だから順序で言うことを僕の提案で、作った番組のテレビ局に関してある一定の支払いをもらうことによって仕事をしている状態っていうことにして、まあ、今までの分を支払ってもらう、それを、国民年金基金とかにかけて、まあ年金トータル額を、まあ、2000万円ぐらいまでを、
目指すと、まあ、あとはまあ自分の収入の糧とか他のところからどうこうみたいな話とか、じゃあまあまあ、まあ、まずはそのテレビ局の僕の提案で作ってくれた番組とかに関して、まあ、それも僕もいろいろ知識とか勉強していろんなことを言ってきて、良い番組とかいい結果を出してきたわけですから、まあ、まあそのところにはご協力していただきたいのと、うん、本当はみんなあの協力してくれたら、それが表立っての話で出回った時に全員高い評価が得れる方向にはなってるんですよ。そのエネルギーの残存問題のところから言うと、河川水門開式弾発電に最終的につながってくるのと、もともと僕は阪神淡路大震災の被災者で家屋全壊のものなんですよ。だからそのものを助けるから評価が上がる。で、これ、議員さんとしての立場もそうですし、他の一般的な民間企業の人たちもそうですし、で、そこには、僕本人の努力っていうものがあったから、でこれだけの貢献をしてくれてるから、だからこれだけのリターンがあったっていう、そのまあ一部まともな話、一般的な社会での考え方、この辺がうまく融合していくと、これで世界中に対して呼びかけたら、まあ車自主的にその買わなくなったりだとか、中古車として販売する、あの販売っていうのは自分から自分の所有の車を中古車市場に、まあ、買い取ってもらうと。そうすることによってエネルギーの消耗を、抑え込むと。多分どこの国 もう昼間電車、ガラガラですね。他の国でもいろいろ見に行っていただきました。で、人の気配がありませんだとか、この建物もとか。だからそういうふうなところはイギリスの方に、古舘伊知郎さんの頃か、その後の富川アナウンサー、まあ、富川アナウンサーも僕からの提案で古舘伊知郎さんからバトンタッチしてもらったんですけども、まあ現場を見に行ってた人ですから、富川さんは。だから記者としてその現場入っていった方の人間の方が現場のことをよく分かりますから、それをまあアナウンサーとして報道関係としてテレビに出て発言する言葉はちゃんと自信を持って言えるのと、あとは、まあ、それ相応の、現場を見てきただけの、経験があると。まあ、それが活かせるということで、古舘伊知郎さんからバトンタッチしてもらったんですが、その富川さんの頃にも、そのイギリスの方に何かの関係で行ってもらったときに、現地の様子見てもらったときに、まあ、いろんなところでもろけの殻になってたんですよ。だから早め早めにいろんなことを早く対処しなかったら、っていうところで、まあ、全部が全部議員さんの方でできるかっていうとそうでもないでしょうから、ある一定の証言っていうものを裁判所でしていただいたら、あとは僕や各テレビ局のその人たちとか、あとはまあもし議員さんとかで、ね、訴訟を手伝ってあげるみたいな人がいるんだったら、まあ、それはそれで助かるんですけども、うん、まあそういうふうなところで、まあ、今回はご相談と、させていただきました。だからまあ岸田さんと、麻生太郎さんと菅さんが、まあ証言者として、まあ、出てもらえないかどうかと、あとはまあ小泉進次郎さんですけども、まあ、小泉さんに関してはまあ、人脈的なところでどっか本当はパイプ持っておかなきゃ、これはかなり不都合があるなとは僕は感じています。それとあとはまあ僕より若い人とかで、まあこの日本の政府上層部の人間として国会議員として、まあ今後のことを考えると、まあだから継承していくっていうことを考えると、まあ、次の、選挙とかで議席の数とか、今のテレビの放送の内容だと、これはやっぱりある程度、だいぶ変動してくると思います。だからまあ、立憲民主党の人たちとか、日本維新の会の人たちとか、議席の数を伸ばしてくるっていうところは、まあ、想定しますし、まあ、だからそういった意味でも、中立みたいな形の方がいいんじゃないかなと思います。まあ、まず結婚問題、その佳子さまが僕と結婚する意思があるのかどうかっていうところをしっかりと確認しなければならない。で、まあ、河川水門開式でも発電だとか、まあ、そういったところに関しても、佳子さまも僕からの勧めで、
この公務よりも、こういうふうな公務よりも、エネルギーの残存量問題の総裁になった方がいいっていうことを伝えていて、まあ、心の声に対しての反応ですけども、なるっていうことを、おっしゃってるんですよ。だからその年齢を考えたときに、若い人の方がこの件に関しては危機感を、しっかりと知識を持っている方は持たれるような内容ですから、だからまあ、まあ、そういったところも込みで、進めていけたらなと思います。ただもうこれ勇気いるんですよ。そのいやまあこれ麻生太郎さんの事務所に電話かけた時に裁判のこととかだったらその証言とかだったら出るっていうことを秘書の人からそういう返答をいただいてるんですよ。これけどなんか。いやちょっとね腰引けてる部分あるんですよ。だからまあその辺のところで、まあ、そういうふうな内容が自民党の皆さんとかに届いた時にもしかしたら他の党の方で、まあ、何かの件でちょっと証言していただきたいですだとか、まあ、そういうふうな内容来たら、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。まあ、この話、まあまあ、河川水門開始式玉発電の方だと各都道府県知事や市長の方たちですね、まあ許可すんなり、通るようにっていうことを考えたときに、まあ、物事の停滞っていうものが一番まずいですから、まあ、皆さん広くご協力していただけたらなと思います。だからこれ順序で言うことある程度テレビ局も検証広告の法律とかありますから全くお支払い何もそれはないでしょっていう話もなりますし、まあこれ結婚問題ややこしくなったのってオバさんの原因テレビ局なわけじゃないですか。本当のことを言いますと。で、いや僕は30歳ぐらいの頃いろんなテレビ局とか芸能事務所とか回ったんですよ。今まで結婚話した人どうなったのかっていうところで、であと一番悪い体制はもう先に結婚してしまった人、もう自分は結婚できたからもういいやってなってしまってる。いや違うでしょって。僕は阪神・淡路大震災の被災者で遠方から来て、もともと長距離恋愛なんか無理だっていうことがある程度その金銭的にもこれ無理がありすぎるっていうことを親の介護とかも含めてこれ分かってたことだから、まあ途中でそれを学んだっていう人たちの方が圧倒的に多いんですけども、いやじゃあ僕はテレビ局に行った時ぐらいその結婚問題手伝うだとか何かしなかったらこれ阪神・淡路大震災の被災者を利用してまあ金を稼いでいたっていう形にどうしようもなるんですよ。テレビ局の場合はいろんなところがスポンサーになってる以上、ゲーム業界とかアニメ業界とか漫画業界とかもそう、あとはスポーツ業界とかもそう、去年ワールドベースボールクラシック関係のところの総集編とかそういうふうなことをあれこれ言う番組とか視聴率やっぱりいいんですよ。で優勝誰がそれ、勝つのに誰が頭なんか供給とかして鼓舞してみんなにあれこれこう伝えてきたり、もちろん選手の人たちが頑張ってくれたっていうのは一番大きな要素であると思いますよ。だけど僕なしだったら優勝できたかどうかこれは分からない、本当に。まあだからその今までの貢献度とかを考えた時にそりゃないでしょってまあ、そういう意味で、まあ、まあちょっとしたお金を、まあ、いろんなところからかき集めるような内容で、まあ、どうにかするっていう部分と、まあ、ただゲーム会社 の, その別行さんの我が天下と我が天下戦国部分に関してはその個人の権利もの 2.5% の話で進めて、その営業利益の方の 2.5% の売り上げを支払うべきだっていう形で持っていきたいっていうのはこれも僕の本音です。その金額だったら、河川水門開始断末線どこかに、設置することができると思います。もしかしたら、何十億、それプラスあと競馬会とかですね、その辺のところのお金とか、まあ、個人の権利物、頭の中とかが、まあ、2.5% だったとするのであれば、その金額の支払いに換算したときに、だからまあ一つのスポーツの勝ち負けの指標にもなってきますし、で、まあ大きな金額が当てにできそうなところは、まあそういうふうなところですし、あとはまあ、まあボクシングの世界チャンピオンの人たちの数もたくさんいらっしゃいますから、一人当たりからまあ、ファイトマネーの 2.5% って、そんなに大きな額じゃないですし、
ただまあ今までの慣れた方の全員分支払ってもらったら結構まとまったお金にもなるでしょうから、まあ、僕のその足りてない年金だとか、まあ、生活保護からの脱出だとか、だからその辺のところに関しても皆さん元は支払ってもらった方が、勝ち負けに元は影響してくるような気がします。ダルビッシュ有投手も被災地への寄付金何千万だとかそういう話あるじゃないですか。ああいうふうな行為を行った人、世の中の新聞記事とかで、テレビの放送とかで出回った人は必ず良い成績を上げてるんですよ。ああ、まあそういうふうなところの件も含めて、皆さんご対応していただけたらなと思います。というわけで、岸田さんと菅さんと麻生太郎さん、証言者で出てもらえませんかというところと、まあ、裁判所を通して、書類を送ると思います。で、あとはまあ、できるだけ皆さん協力していただけたらなと、まあ思います。まあ、円満な方向で、話解決できたらなと思ってます。長くなりましたが、以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。